大石和樹です。よろしくお願いします。僕は、普段、ここにあるものがどこから来たのかとか、そういったことの因果関係みたいなものを作品として作っています。例えばその、風が吹けば桶屋が儲かるだったり、バタフライエフェクトみたいな、そういった小さな出来事が何か別の出来事とかにつながったりっていうのを見て作品にして、今回の展示に関しては、風が吹けばっていうのも、風が吹いて埃が舞い上がってとか、そういうどんどん、ね、出来事の小さい部分に目を向けていくと、本当に小さな微細な粒子みたいなものとかがどんどんこう目の当たりになってきて、今回の展示は藤沢ってことで、まあ、海岸に行くと砂があって、砂を見たら砂場の砂みたいなものにどんどん興味が湧いてきて、じゃあ砂場の砂って、粒子、大きな砂場の砂っていう中の、じゃあその砂の一つ一つにもまた砂っていう小さなその個性があるんじゃないかなというふうに思って、どうもその粒子の方に目が入って、じゃあそれが風に舞って風が吹いてどっかへ飛んでいって、また別の何かものに付着したりとか、影響を与えたりとかっていうことが起こるんじゃないかなというふうに考えて、今回の展示のインスタレーションのきっかけがスタートしました。そういった中で砂だったり他の粒子にも目が向いていって、あとは空気中に漂う、水分、湿気だったりとか、あとは埃だったりとか、あとは何だろうな、そういったなんか空気中に漂うものだったりとかがなんか一つテーマになるんじゃないかなと思ってインスタレーションを制作しました。なんか大石さんの作品、ここさっきも見たことがあるんですけど、というかものがこう自然に吹き溜まって何かに現れるみたいなことをテーマにされてきたと思うんですけど、なんかその今おっしゃってたお話もありつつ、なんかその作品の現れとしてはそういうモニュメントとか、そのなんかそういうささやかなあの小さな存在みたいのにの対極にあるような、そういうなんか普遍のなんというかそのモニュメンタルなものっていうのとの対比というか、なんかそのまあなんというか抵抗みたいなものを作品にしているような感じがするんですけど、なんか そこら辺はどうなんでしょう。そうですね、一つモチーフとしてその石碑っていうものも今回でインスタレーションの中にもあって、石碑は多分全国的にものすごい数があって、その一つ一つ一つ見ていくと、その土地で起こった出来事だったりとか、そういったものを記録していて、誰かがこう後世に伝えようとしたことみたいなのが記録されてあって、でもその出来事が何かにつながったりとか、何かが起こってっていうことを伝承していくっていうことも、小さな出来事もそういうふうに何か残してもいいんじゃないかなっていうふうに思ったりして、じゃあそういった例えば埃が舞ったりとか、何か水分が空気中の水分が外と外気と入れ替わって、じゃあその水分はどこに行ったんだろうみたいな、なんかそういった出来事みたいなことを僕がじゃあ感知したりとか認識した時に、それを記録としてものに残すこともできるんじゃないかなと思って、それをなんか弱い火みたいな言葉で僕は主張したりもするんですけど、そういったものを形にしようと一つこのインスタレーションの中では挑戦してみました、なんかその不思議、どっちの方向から作品のモチベーションがあるかなって思うんですけど、その弱いものをの永遠性みたいなものをとどめたいので石碑が出てくるのか、それともそういう石碑みたいな営みを解体したいのか、どっちなんだろうなっていうのが今僕が考えている中では、弱いものを何か残していきたい、記録したいっていう気持ちの方がある気がします。その先に石碑っていうものがなんか見えてきたというか、っていう感じですね。インスタレーションがとてもうまいなと思って、まずそれもなんかそれって入った瞬間に分かるので、おっていう
これは楽しそうと思って入ってきた。あの僕来たのが12時ぐらいだったんですけど、その時とまた今あの光の感じが変わってて、なんか実はね、あのブラインドの開け方とかもすごい計算してる。そうですね、あのブラインドを使った作品は何度かこれまで作っていて、この会場がちょうどもうブラインドがすでにあるところだったので、それをうまく使いたいなっていう、インスタレーションが、今すごいあの光の感じがね、そうですね、綺麗になってていいなって、どこ撮っても目になるというか、あのそういうフォトジェニックな作品だなと思って見てました。あの今の話でね、はい、あれだ、そうそう、その石碑とかに残るのっていうか、それってその人為的な判断が入るわけですね。ここから先は、ここから上は重要だから残そうと、ここから 下はもういらないから、あの、情報として切り捨てていいというか、捨てるっていう行為と残すっていう行為が、その選択のラインっていうのがそのつどそのつど、ね、決められていってるということに対しての、なんかアンチテーゼというのがすごくあるんじゃないかなと思ってます。そうですね、僕がその普段考えて、その今回の展示の中にも僕が書いたテキスト、まあ、詩のようなものなのかもしれないんですけど、そういったものはもうのところに挿入されていて、それは僕がその普段生活だったりとか制作とかを通してその書かれる言葉だったりとか文章だったりするんですけど、それはやっぱりその何か起こった出来事に対して僕がその残している、メモとして残している、なんかドレーンがあったり残しているっていうことを、うん、それはその僕の判断でしかないですけど、それを僕が写し取っているものが、そのもっとその大勢の人が残そうとしたことというよりも、と小さな弱々しい弱小の出来事かもしれないけど、それを残すことによって何か、そこにこれがあったんだとか、そのことによってあこれが何かにつながったかもしれないっていうことを想起させることもできるんじゃないかなというのは考えたりしました。多分ね、あの出身が彫刻ですよね。彫刻です、はい、彫刻なので、あのなんていうか、残りやすい素材と、はい、残りにくい素材とかの問題にも結構直面してきたんじゃないかなと思うんですけど、はい、なんかそのなんていうかな、一時的その残らない素材、はい、今言ったそうです、ね、弱い素材を作ることに対して割となんかその圧力を感じてたりするんじゃないかなと思います。で、ね、わざと弱々しい残りにくい素材っていうのを、はい、あの今しかないっていうのを選択してるのかなっていうのもあった。そうですね、そのやっぱり彫刻は硬い素材、木とか石とかもそうですけど、その粘土で作ったものもブロンズだったり他のものにも置き換えたりはしたりするんですけど、自分もそういうふうに作品を作ってきたりもしたんですけど、どうしてもそのなんだか残そうとしているなみたいな、その意識を持ってなんか 残せることをどうにかしようとしているなっていうのがあって、そうじゃなくてその特に粘土だったりとかは水分がこう蒸発していってどんどん変化がしていっているものだし、そういうそのじゃあその粘土の中に含まれてた水分もじゃあ作品の中の一つだとしたら、なんか変化してしまって空気中に放たれていったものたちも常に作品としてこう空気中に存在 してるんじゃないかなみたいなことも考えていくと、そしたらそのまま残してなんかその状態のまま変化していく様子を観察していきたいなっていうふうに思ってきて、そうですね、ほこりだったりとかどんどん積もっていったりとかして、そこになんかこう放棄で払えばなくなるけど、そこに何かを残したりとか、なんか絵とか描いたりしたりとか、それもなんかこう、すぐにどうにかなっちゃいそうだけど、どうにか、そこに時の間があったなっていうことが、でもその誇りもきっとまた吐かれて、ゴミ箱に捨てられて、またどっかにこう、待っていくのかもしれないなとか考えていくと、どんどん作品の領域っていうものが
広がっていくなって思ってきて、それは湿気とか水分とか川の流れでいく水だとかの循環みたいなものにつながっていったりとかしました。なんかやっぱりそういう循環とかね、そういう現象とかっていうものにフォーカスする作家さんって、まあまあ、たくさんいらっしゃると思うんだけど、やっぱりなんかちょっとそれとも異質な感じがあって、そういうものと、あと多分なんかその元から、まあ、彫刻家ご出身っていう話今ありましたけど、なんかその何かを作るっていう、作って残したいっていう、まあ、動機との、なんていうかすごい葛藤っていうか、なんかそこの中で作品を作ってらっしゃる感じがすごく面白いなと思って、なんかその最初のご説明もいいんですけど、なんかちょっとずれる感じがあるっていうか、あとその映像作品とかね、なんかすごく微細なものの、まあ、インスタレーションとか、なんかそういう作品ではなく、やっぱりはっきりと、なんというか彫刻っていうものに対する意思みたいなものがあるので、はい、なんかそこをさっきの話の中でも、自分がそこにね、現象にどういうふうに作り手として介入するのかっていうののためらいと意思みたいなのが、なんかすごく作品の中で葛藤みたいなものが面白いなと、私自身は見たいです。そんなことはないです。やっぱりこの素材っていうものが、そのどうしても思い通りにならないことがとっても多くて、その彫刻の素材とか何か制作する上でその使われるであろう素材とかも、何かを形にしようとした時にどうしても思い通りにいかないし、製品だったりとかすでにさ、機能が決まってる、動き方が決まってるものみたいな方が、なんかこう思い通りに、思い通りというか、想定されていることになっちゃう、なるし、なんかそこの部分と素材 その違和感みたいなのがずっとあって、じゃあもうそもそも思い通りにならないものをその形にしようとするんじゃなくて、思い通りにならなかったことが、じゃあなんか、どういうふうにその自分が求めていく形と変わっていくのかなみたいなことは興味があったりとかしますね。具体的にどこら辺が思い通りにならない素材だなっていう、やっぱりその今回使っているその水 の土粘土だったりとか、あとホコリだったりとか、その水分、水がその蒸発していけば水が減っていったりとか、加湿をしようと思っても追いつかなくてみたいな、そういうものにはやっぱり随所にあるな。それだけ綺麗にしようと思っても残ってしまう汚れとかもあるし、じゃあその加湿器とかをセットしているのは、そこの環境も含めての素材のコントロール、そうですね、コントロールしようと試みるけど、コントロールできないっていう現象みたいなこと、だからその中にその僕の意図がどのくらい含まれているのかっていうのを含めて、委ねたいなみたいなことを思っていて、だからやってみたい、今後やってみたいこととかも、その自分のこう何か作り上げたものが、ね、粘土がそのまま野外にその放置されている状況を観察していきたいなとか、それをこうじゃあどうやって残していくのかとか、しっかりこう粘土に水分がこうちゃんとこう含まれるか、生まれて閉じ込めて保存されるように細工をするのか、それとも屋根をつけるのかとか、しっかり守るのかとか、そういったなんか僕たち人間がこう残そうとする意思とか、どうにかしようとする意思と、どうしようもならなくてそうなっていってしまうものみたいなところの、この違いみたいなところとかは観察していきたいなと。藤井さんは今回の滞在はどうですか？そうですね、昔から藤沢湘南には憧れといいますか、なんか地元が関東ではないので、でも
京なのことはやっぱりいろいろ文化的なこととかいっぱい入ってきて、憧れというか行ってみたいなと、そこにずっと滞在をしながら制作できて、なんかだんだん雰囲気が分かってきたなみたいなのがありましたね。やっぱり日差しとか全然違いますし、太平洋とか砂の感じとかもやっぱり黒い、ちょっと黒っぽい砂みたいなのがそこにまず驚いたりとかしました。じゃあなんかその今回滞在を具体的にこうなんかモチーフに入れていくというよりは、もうこの空気を吸ってること自体がこう作品になって出ていくっていうこと。砂とか海岸っていうのはモチーフになってる。そうですね、最初にその大量の砂を見て、そのどんどんフォーカスしていけば小さな小粒みたいなのが見えてきて、その砂を見て思い出されたのがやっぱりもっと他に砂がいろんなところに存在するんじゃないかなみたいなこととか、どんどん広がっていきました。藤さんの印象みたいなことは何か話してもらってますか。公園の砂みたいなものがモチーフになって、近所の砂場に行って一つ写真作品を撮影したりだとかします。映像作品はその引き地があって富士山にある、はい、川の上流と下流で撮影をしたりだとか、やっぱり現地でできることってたくさんあるなと思いました。そこはなんかちょっと これが限界みたいなこととか、はい、書いてあるのはどういうメッセージなのかなとか、言葉にすることができるのはもしかしたら人間だけかもしれないですけど、その川の流れている水、まあ、大量の水ですけど、その水もどんどん絞れていけるんじゃないかな。じゃあそのものたちがなんか、じゃあ言葉を何か持ったとしたらどういう言葉になるんだとか、なんか結局どんどんその小さなものに目を向けていくと、それに対する意識みたい、それが発してる意識みたいな、興味を湧いてきて、なんかアニミズム的なものみたいなの着地点があるかもしれないですけど、まあ、それとはまたそのすぐにそれだとは思わず、何かあるんじゃないかなと考えて、そうですね、そういった言葉みたいなものは作品にいろいろ挿入しながら